時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビーターランド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は名古屋の大須賀が全国に超絶元気発信おサイドルの OSU がリモートでお届けします。はい、OSU の黒色担当サナティこと山本サナとはい、黄緑色担当アミゴこと夏川アミとはい、ピンク担当リンリンことコーダリンです。 よろしくお願いします。よろししくお願いします,しいしますさあ、もう昨日からめちゃめちゃ寒くなったんですけど。うん、はい、い。もう、どっから寒いです。<laughs> 外、外歩いてて、携帯ちょっと出したりする、はい、触ったりするじゃないですか。はいはい,はいはい。もう、そういう時ももう手がもう冷たくて冷たくて、もう、ね、外で携帯触れない。私も今日手袋ほんめっちゃ欲しくて。 もう歩いてるとき寒すぎて制服だと上着とかも薄いのでめっちゃ手凍えました本んにへえやっとマフラーデビューしました私も今日からおお私まだですえ強いねはいちょっとまだ我慢しようかと思ってその我慢は何の我慢なのた多分まださらに寒くなるじゃないですか1月とかって。 はい、ちょっとまだ今使ってしまうともうあとがないなと思ってそ <laughs> れよく言うけどそんなにかります分絶対にす分りますりますよ <laughs> まあ寒さ対策してね皆さん冬をね乗り越えましょうね、はいはいはい、乗り込んでいきましょうこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています今日のメッセージテーーマは冬の魅力ですメールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから また、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。OSU でランドラン時刻は午後7時4分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビーターランド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU が。 この後、午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。さて、ここからのお時間は、今日からできるエコアクションのコーナーです。私たち OSU は愛知エコアクション広報部を務めています。エコアクションとは、一人一人が環境に対する高い意識を持ち、それぞれの立場で行う地球に優しい身近な環境配慮活動のこと,のことなんですが、このお時間では広報部の私たちが、 今日から個人でもできるエコアクションを毎週一つご紹介しますよ。そしてこのコーナーでは皆さんが取り組んでいるエコアクションのメッセージを募集します。どんな小さなことでもいいので取り組んでいることを私たちに教えてくださいね。はい。さて今日は水質汚染についてご紹介します。はい。水質汚染とは、河,河川や交渉、海洋などの水質が悪化することです。その原因は 産業排水や生活排水、地球温暖化だと言われています。生活排水は、台所やトイレ、お風呂など、日常生活で発生する排水のことを指します。水の汚れの度合いを表す指標に、BOD というものがあり、それが高いほど環境への負荷が大きいんです。例えば、マヨネーズ15ミリリットル、牛乳コップ1杯などです。これらが家庭から出て川に流れ込んでいます。 これを防ぐために少しでも家庭でできる対策を一つご紹介します。うん、食べ残しをしないことですね。先ほど言ったように、えー、BOD の影響が結構だ高くてですね、食べきれる分だけを作り、うん、はい、BOD なんですけれども、食べきれる分だけ作り、食材が残らないようにしましょう。 これから水質汚染を防ぐために少しすぐにできることでも実践し取り組んでいきましょう。うん、そうなんです。BOD というものがありまして、マヨネーズとか、はい、あの、使用済みの天ぷら油とかもめちゃめちゃ高いんです。はい、BOD というものが。へ油が、そう油も出てなさそう。 よくなくて。で、うん、そういうのが、あの、うん、生活排水となって出てっちゃうので、そうなるとめちゃめちゃ環境に悪いんです。だから、あの、マヨネーズとかは、もう、捨てるというよりかは、もう全部食べて、ちゃんときれいにしてから、生活、あの、水で洗って、みたいにした方が、環境にいいです。うんえー、なるほど。はい。牛乳も捨てちゃダメなんです、絶対。 そうなんだ流しちゃダメってこと流しだいにはいそうですだからちゃんと食べ残しをしちゃいけないです絶対流したら環境に悪いので気をつけますはいすごいね匂うう皮とかあるもんねありますよねそういうのもそういう生活の家庭から出る はい、生活排水です。うん、そう、生活排水、はい、が原因ってことですもんね。そうなんです。あの、河川海、海洋汚染にもなるので、海にも、あの、悪いんで、海とか、あの、川とかを守るために、皆さん絶対食べ残しはしないように。はい、うん。フードロス、ねはいうん。気をつけましょう。ですね。はい。フードロスにもいいので。<laughs> はい。気をつけていきましょう。以上、エコアクションのコーナーでした。 時時刻は午後7時8分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けする「ビーターランド834サテライトフラッシュ」毎週木曜日の担当は応援しゅがこの後午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきますさてここからは皆さんから送られてきたメッセージをご紹介したいと思います今日のメッセージテーマは冬の魅力です。それではご紹介していきます はい。それでは早速読んでいきたいと思います。はい、えー、ラジオネームうどん県大好きさんからのお便りです。冬の魅力といえば、ファンヒーターです。<laughs> ファンヒーターです。<お>寒がりな自分にとってファンヒーターほど冬に天国なものはありません。ファンヒーターがついたら温風の近くで温まり、ある程度温まれば自分の部屋に行き、寒くなったらまた温風のところへ行きます。これを繰り返しています。<laughs> とのことです。ありがとうございます。めっちゃわかるこれ。わかります私も。え、めっちゃ使います。ね、めっちゃ使う。はい。あの暖房よりファンヒーター派で。同じくです。ね、同じく。はい。なんか。暖房って。うん。なんか、ぜ、なんですか、全体にかかるというか。はいはいはい。部屋全体を暖かくしてくれるよね。 のでなんかちょっとなんか体になんか悪いのかなみたいな風に思っちゃって悪くないなんかでも乾燥するじゃないですかまあ乾燥はするねはいあとなんかこう全なんか顔とかに当たるのがすごい嫌であわかるああ足元だよねあそうなんですよ足元が一番寒くなるねうんあの暖房とかつけずにファンヒーターとかこたつ派ですわかる なんか部屋全体温まってくれるのはいいけど暖房、はい、すぐにね、はい、けどこのなんか温風を身に感じるというか温まってる感がよりわかるじゃないですかハイヒーターの前にいるとはい、はい、それが好きだねストーブの前とかめっちゃよくわかりますうん。ヒーター私も学校とかあの、うん、学校とかで マヒーターそれこそあるんですけど、めっちゃもうみんな崩壊になったら、みんな駆け寄って、急に寒いって言って、みんなでそこであのお話ししながらいつもいます、そこに。やっぱどこの学校も一緒なんだ、私もその生活してた、中学生のとき。そうなんです。そうなのよなそうなことです。 そうなんですね。え、あいですかエアコンってことですかあ、エアコン。えぇー。進んでますね。進んでるわ。はい。進めました。私、午前はファンヒーターで、午後はエアコン使っていいみたいな感じで、そのシステムすごいね。なんかよくわかんないです。私、あの、ちょうどその美化院で、美化院なんだ。そうなんです。あの、灯油をいつも持っていく係なんですけど、少なくならないように、 一週間に一回なんで多分そういうことだと思いますへー跳ね合いでなるほどねファンヒーターはねいいよねはい。ありがとうございますありがとうございます続いてラジオネーム中虎さんからです昨日から急に寒くなってもう早くも暖かくなってほしいと感じてますそんな冬ですが一番の魅力は鍋が美味しい これに限ります。うん、わかる。私は辛党なのでキムチ鍋などが好みですが、うん、今年女子の間で流行りそうな鍋料理は何かありますか？とのことです。ありがとうございます。女子の間。女子の間で流行りそうな鍋料理。えでも女子ってトマトとか好きじゃないですか。トマト鍋めっちゃやりそうです。<ー>女子って。えー、そうなの？サナちゃん苦手じゃん。 あ、そうですね。無理無理無理。絶対できないですね。絶対できない。トマトなんて絶対できないよ。そうですね。トマトでしかないもんね、トマト鍋。ですね。え、トマト鍋ってトマト本体を入れるのえ、どういうことえ、どうなんでしょう。トマトソース的なイメージだったけど。はい、多分そうだと思います。あ、トマトソース鍋ってことか。ですね。うん。はい。トマトですし。はい。 スーパーになんか鍋のスープ売ってるじゃないですか、はい、いっぱいいろんな種類それの岐阜タンの味があってギフタンメンの味食べました食べた食べましためちゃめちゃ美味しくて<ー>もうだから完全に締めのラーメン、はい、締めにラーメンを食べるとして締めのラーメンが完全に岐阜タンメンなわけですよ<ー>もうそれがいやー 最高。めっちゃ美味しい。一押しです。美味しいですね。女子に流行るかはわかんないけど、私の中で流行ってる。流行りそうでも。うん。わかります。なんか何鍋が好きえぇ。サナはやっぱりキムチ鍋ですね。ああ、わかります。キムチね。めっちゃ美味しいんですよ。美味しいですね。召しめが うどんを入れるのがめちゃめちゃ美味しくてえうどんなんだそうなんですよなんか私もうどん派ですうどん派はいリゾットとかのキムチだと特にああリゾットけどうんうどんも美味しいんですよねへうどんはまだ食べないかもおすすめしますなんかさっぱりさっぱりするんですよね リゾットってごはいごご飯じゃないですか結構お腹いっぱいになってリゾットを食べるんで美味しくは感じるんですけどなんかうどんかはなるんこうスルスルいけるんで食べてみてくださいおすすめです食べてみよう締めのうどんねはい美味しいですりんちゃんは何鍋が好きえ私は でもあのトマト鍋それこそやってみたいなって思います。好きなのはないです。好きなのはやっぱり私もキムチ好きなんですけどやってみたいのはトマトとかあとなんか闇鍋とかやってみたいです。闇鍋闇鍋何それえ自分がなんか入れたいものを入れるみたいなやつなんですけどなんかいろいろチョコレートとか。あそうですそうです。 何が入ってるか分かんないみたいな。あっ、えー、すごい。ごったに的なごったになんかごちゃごちゃしてるみたいな。ごったには何かちょっと違うでしょ。ごちゃごちゃしてる鍋みたいな。はい。でもそんな感じです。え何が入ってるか分かんないから、よく分かんないのが出てくるんだ。はい。全然遊びたいです。流行ってたイメージあるね、闇鍋。わかります。うん。 流行りな感じ今年も流行るんですかねやってみたいねでもメンバーとかでやりたいですそれぞれ持ち寄ったものを楽しそう楽しそうトマトにやりありがとうございますありがとうございます続いてラジオネームきころさんからいただきました冬の魅力といえばイルミネーションですかねあみさんさなさんのインスタで 免疫のイルミネーション行ってたの見ました。今年のイルミネーションはどうでしたか,、うん、したかとのことです。こちらの、うん、あのイルミネーションって言ってた方がもう一人お刺身くんも行って行ってたんですけど、はい、皆さんどうでしたかイルミネーション。イルミネーションね。はい。そんなになんか大きいイルミネーションなんかそれこそ神奈川の外とかまだうん、うん。 行ってないいいよねまだ行けててなななっうんかその都会の街にちょっとあるイルミネーションは楽しいんだけどなんかそういう施設い。生田の糖とかあとどこがありましたっけハウステンボスとか有名なところとラグーナとかなんかそういうとこね行きたいよね。行きたいですね。 でも、よみうりランド、なんかちょっとだけきらきらしますよね。ったそうだ結構、一行,行った、はい。あ、そこ、めっちゃ綺麗だった,ったなって思って。そうだ。結構、人生での中でもトップレベルで感動した、よみうりランドの、はい、東京にあるよみうりランドのイルミネーション。めちゃくちゃ綺麗でした。めちゃめちゃ綺麗だった。ほんとに。 暗い時で見る光が何か違いましたよね。ね、違いました。したね。はい。かかりました。めっちゃ感動しました。はい。いいよね。なんかさ、心が浄化される感じ。めっちゃ分かります。綺麗なもの見ると。はい。分かります。悩み事とかなんか、吹っ飛びますよね。悩み事。大悩んでる。はい。大丈夫です。でもなんか、あそこに売ってた、なんか、 風船が飛んでるみたいな、あは,は,は,はい、うん、のがもうずっと欲しくて、うん、でマネージャーさんにお願いしてまああの買ってもらったんですけど、ね、スタジオに転がってたよ、今どこにあるんですかね、だ <laughs> から、<laughs> でもあれもなんか可愛いですよね、なんか昔とかああいうのなかったじゃないですか、かいい確かになんか最新感あるよね、はい、あります、キラキラの風船。 はい。可愛い,いですおすすめですみんな、はい、<laughs> 大人の方はあんまそういうの持たないと思い <laughs> れはありますけど確かにですみんな持ちましょうまあどなたでもはいははい。はい <laughs>、ねはい、ありがとうございますいけるかなメッセージあと一通いけますね一通いけますかねはいでは、はい、お願いします読ませていただきます はい、えー、ラジオネーム、お茶チョコファンファンさんからのお便りです。OSU さん、こんばんは。こんばんは。冬の魅力といえば、星空ですよ。都会だとなかなかわかりませんが、スキー場とかの雪山から見上げる夜の空は、輝く星で埋め尽くされていて最高です。とのことです。あともう一通ですね、星空来てまして、福岡のともしげさんから、はい、やはり晴れた日の冬の星空、オリオン座とか綺麗ですよね。とのことです。 やっぱ冬は星空がいいんだね、はい、りい,まいやす。わ<も>かりますうーんでもさ暗くなるの早いですもんねあ、確かに確かにはい、うん、でもなんかあの冬すぎるとはいあの例えばこの辺だと岐阜だと池田山とかはい、はい、あの、まあ、星じゃなきゃ夜景も綺麗なとこだけどはい山であのゆ冬だと逆に雪が降っちゃうからあの閉鎖されちゃう とか多くて、<ー>えー、そうだから雪山で見るとかめっちゃ憧れる。見たことない。ええーね、いいですね。雪と星空の組み合わせ最高にいいですね。最高。なんてロマンチックな。めちゃめちゃいい。<laughs> はい。<laughs> 見に行ってみたいです。ねえさすがに見たことないよね雪山の星。ないですね。怖いです。うん。雪山の星はないですね。 山まで行って見たことないです。星空。えー、ありますあみちゃん。ある。一回、一回あるかな。えー、そうなんですね。本当に、はい。もう、数えきれないほどの星、みたいなえー、本当に山を、山に行くと。うん。ええー、そうなんですね。オリオン座とか、見れます、ね、ちょっとね、星座わかんないけどね。<laughs> <laughs> でも私も熊本におばあちゃんとおじいちゃんの実家,実家というかうん、うん、お家があるんですけど、うんうん、すごい山奥で、うん、もう毎年冬にあの帰ってたんですけどお正月とかちっちゃい頃帰ってたんですけどもうプラレタリウムぐらいプラレタリウムぐらいめちゃめちゃ綺麗で星が<ー>すごかったです。いいな めっちゃいいですね絶対綺麗めちゃめちゃ綺麗でしたもうこれ毎日見てるのと思っておじいちゃんおばあちゃんは確かに毎日見てるんだ幸せだろうなって思ってましたいいなー絶対田舎に住みたいわかります住みましょう住みましょう田舎に住んだら毎日見えるそうですねね憧れますうん。 まあ、いっぱいありますね。冬の魅力ね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。それではここで一曲をお聴きいただきましょう。OSU で恋心。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしています。ビートアランド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がリモートでお届けしてきましたが、お別れのお時間です。 たくさんのメッセージをいただきましたがお時間の都合で全てをご紹介することができませんのでラジオネームだけでもご紹介しますタオルくん、ヤちゃん紹介できなかったメッセージは後で読ませていただきますたくさんのメッセージありがとうございましたありがとうございましたここで OACU からお知らせがありますはい、今週の土曜日12月17日に X ホールにて OSU レボリューションリクエストアワー2022が行われます。こちらの詳細は OSU のオフィシャルホームページをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、ここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います。来週のメッセージテーマは、クリスマスの思い出です。はい。はい。ということで、もうクリスマスだね。来週。はい。週末かな早い,早いですね。めちゃめちゃ早い。 まあ、クリスマスの私たちはイベントがね、はありますけれども。はい。なんか思い出あるサナちゃんえー、なんですかね。毎年、うんあの、クリスマスツリーを出す。ああ、確かに。あ<ー>今<い>あの、私たち OSU のスタジオにもね、はい。はい、ありますね。ツリーがありますので。でかいツリーが飾ってありますので、はいあ。あみちゃん、あみちゃんサイズぐらいの。 でもリアルにだよね。<laughs> これね、突っ込んだ方がいいけど、リアルだよね。<laughs> はい。リアルの深海ちゃんよりち、ね、ちょ、ちょっとで大きいぐらいの。うん、あの、ツリー、星で身長持ってるからさ。<laughs> <laughs> 確かに。<laughs> リアルに私の身長を超えていくツリーがね、ありますので、はい、まあ当日、あの、私たちのクリスマスライブにも、はい、もしかしたら登場するかもしれないのでね。はい、はい。お楽しみにですね。はい。はい、そんなクリスマスの思い出のメッセージを お待ちをしております。そして、またエクアクションのメッセージもお待ちしています。はい、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからお願いします。また、この放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FMYouTube で検索してぜひチェックしてください。 それではこの後再び犬飼康平さんのビーターランド834でお楽しみください。では来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は OSU の山本さなと、夏川亜美と、コーダリンでした。最後はこの曲でお別れです。OSU で Take Forever!